海洋原子力発電所は中華人民共和国産当初海洋市にある原子力発電所。三角原子力発電所に次いで AP1000 型原子炉が導入された2番目の発電所で現在2機が運転中である。当初予定では2014年に完成、運用を始める予定で、起工式は予定を1ヶ月前倒しにして2008年7月30日に行われた。 1>, 1号炉の建設は2009年9月に始まり、2015年12月6日には1号機の圧力容器の耐圧テストが完了したと発表された。この時点では1号機の運転開始は2016年終わり頃の予定であったが、建設の遅れ等もあり2018年8月8日にようやく発輪会を達成した。同日には2号機の燃料総価が始まった。号機は、 その後急ピッチで運転準備が進められ、2018年10月22日に商業運転を開始した。2号機も2019年1月9日に168時間の全出力連続運転試験を完了し、商業運転を開始した。3号機以降は国産化率を高めた c a p 線が建設される予定である。2019年11月15日には、 暖房用の地域熱供給システムの実証が始まった。これは二次系からの蒸気を、さらに熱交換器を通した三次系以降の蒸気を、遠大市の市営熱供給配管に流すもので、初年度には市内70万平方メートルの世帯に熱供給を行う予定である。中国では深刻な大気汚染の対策として、冬季の暖房熱源の脱石炭化を進めており、 この地域熱供給システム実証もその一環である。ありがとうございます。